はい、皆さんこんにちは、ゴルフタットです。 i230 ついにプレスリリースが出ましたね。それではやってみましょう。はい、ですね、来年の1月19日発売ですけど、本日アメリカのサイトと日本のサイトで、プレスリリースが出ましたね。はい、中身を見ていきますとですね、ルックスはですね、スクープ写真で出回ってる通りと、まずテクノロジーとしましてはですね、今回はですね、ここですね、ここまで入れましたと。210はここないですからね。で、ここまで入れましたというのと、タングステンを等と、ヒールプラグですね、ここに入れましたというところが、ここが変わってますね。このタングステンを入れるっていうのはですね、あと最近のですね、I の525、それから、G の425、それから G の430もこの作りですね。そしてですね、マイクロマックスグルーブということで、溝をね、5本増やしました。で、これもですね、はい、これ210なんですけど、これ230なんです。最近のピンの上級者モデルと同じですね。はい、そしてですね、細かいところですと、番手間の飛距離が最適っていうことで、平均11ヤード差になるように設計してあるそうです。で、スペックを見ますとですね、ロフトなんですけど、これね、I210 と、これ I210 なんですけど、I210 とロフトはね、全く同じですね。来角はね、ちょいフラットですね。7番で62度。7番で60、あ、7番まで一緒か。5番が61度。5番が 60.5 度っていうことで、ロングアイアンがね、ちょっとフラットですね。バンスは一緒ぐらいかな。5番で7、7番で9。5番で7、7番で9。あ、バンスは一緒ですね。で、値段がね、実はね、前回はね、210はね、安くってですね、2万円ぐらいだったんですね。売り値で1万5000円ぐらいだったんですね。1本あたり。今回はね、1本3万円ということですね。最近のクラブにですね、ご多忙に漏れずですね、値上がりしているということですね。はい、そういうことでですね、あんまり目新しいところがないといえばないんですけど、私がですね、はい、去年の9月にですね、210次期モデル大胆予想っていうことで、230の予想を出してますね。でもこれが当たったかどうかっていうのをですね、ちょっと検証してみたいと思いますね。言ってる予想はですね、この辺ですね。まずですね、名称230、これは当たりですね。それがスペックなんですけど、7番アイアン31度って予想したんですけど、これロフトね、変えてこなかったですね。33度で、これ外れましたね。で、実は、これですね、他のアイアンと一緒で、レトロスペックとパワースペックがあって、で、パワースペックだと7番で 31.5 なんですね。で、525は29度なんですけど、これ実はパワースペック で、525は日本市場だとパワースペックを標準で売ってるんですよ。パワースペックを標準、ちょっと言い方がおかしいですね。普通に売ってるやつはパワースペックなんです。で、アメリカで普通に売ってる525は31度なんですよ。で、じゃあアメリカで普通に売ってる230は33度なんです。230はなぜか普通、スタンダードロフトを
普通で日本でも売ってるということですね。ということで、私の予想は、ちょっと立ててくると思ったんですけど、これ外れましたね。で、次サイズなんですけど、サイズね、ちょっとこれ詰めてくると思ったんですけど、ピンの情報によるとですね、ショートアイアン7番より下の番手は同じサイズと。で、ロングアイアンのみ、ヘッドを小さくしたということですね。ミドルアイアン、ショートアイアンのサイズは変わらず、全番手で構えやすくなりましたということで、これもちょっと微妙に外れてますね。で、そして構造特徴なんですけど、ショートブレードで交換性モーメントっていうことなんですけど、これは、タングステンウェイトをやってきたんで、これは当たってるって言えば当たってますかね。次がですね、中空じゃなくてキャビティよと。で、アルミコアなしで、キャビティの完成形を目指すということなんですけど、これはまあ当たりっちゃ当たりですね。中空でないし、アルミコアじゃないし、キャビティでしたと。もうちょっとキャビティの完成形っていう言葉は使ってないですけどね。はい。で、最後がですね、この目玉テクノロジーね、これ、ソウルキャビティポートをやってくると思ったんですけどね、このソウルキャビティポートっていうのはですね、こんなのですね。ソウルの裏から、重りを入れるっていう技術なんですけど、で、こうすると何がいいかっていうとですね、CG アグジスが整うと。で、CG アグジスっていうのは何かっていうとですね、こう左右のですね、完成モーメントの軸のことを CG アグジスって言うんですね。こんなのなんですけど、こう、あってほしいじゃないですか。重量配分って。だけど、実はですね、こうなってるんですね。こうなってる。で、なんでかっていうと、フォーゼルが重いからですね。で、しかも、最近のピンのクラブはですね、ここに重り入れてるじゃないですか。で、頭側はより低いところに入れてるじゃないですか。そうすると、この軸傾きますよね。そうすると、フェースの広さを有効に使えないので、で、どうするかっていうと、ここを重くしたいんですね。で、ここを重くしたら、さっきの軸が水平になるじゃないですか。で、そのためのこの、ソウルウェイトポーツなんですけど、これがですね、目玉テクノロジーになると。で、CG アグジスっていう言葉も出してくるっていうふうに予想したんですけど、もう見事に外れましたね。もう見事に普通に出してきました。はい、そういうことでですね、このソウルウェイトポートなんですけどね、これね、ダンロップも特許出してるんで、これでね、ゼクシオを先にやっちゃいますよ、これ。これはね、ちょっとピン一番最初にやってほしかったですね。ちょっと残念でしたね。しかしですね、ゴルフタットの予想としてはですね、大きく外してしまったということですね。はい、そういうことでですね、意外と普通に出してきた230なんですけど、最後なんですけど、これ、誰に合うか、どんな人に合うかっていうことなんですけど、まずはですね、アイブレードのユーザーですね。アイブレード、似てますね。でね、これももう6年前かな。形も似てますし、このアイブレードの上位互換って感じでいいんじゃないですかね。で、もう一つのパターンがですね、I210 のユーザーで、スペアが欲しい人ですね。で、210がもう、去年の春から注文停止して、で、買えなくなってしまったので、I210ずっと使いたいっていう人はね、困りますね。そういう方はですね、これあんまり変わってないので、230でいいんじゃないですかね。はい、そういうことでですね、I230 なんですけど、皆さんの予想とは合っていましたでしょうか。
あとはね、シダクラブ待ちですね。はい、そういうことでですね、次の動画でお会いしましょう。さよなら。